どうもシルバーの門番です。皆様 APEX のシーズン12スプリット2のランクは行っていますでしょうか。マップがキングスキャニオンということでかなり苦手意識を持っている方が多いと聞きました。そこで私シルバーの門番を任されている僕がキンキャニランクで簡単に勝てる方法、あわよくば上位750人になれる方法を皆様に伝授できたらなと思います。もちろんチートやグリッチという人外行為を進めることはないのでそこは安心してください。まず解説する前に、お前の実績はどうなんだ、この動画信用できるのかという質問があると思いますので回答します。まず僕はスプリット1の最終がご覧の通りです。まあ俗に言う G4 と言われるところですね。この G4 の前が S 帯シルバー帯なんですけども、仮にこのシルバー帯をダイヤ帯だったとします。そうしたらシルバーを上がった僕はダイヤを上がったことになるわけです。ですのでマスターと言っても過言ではないと思います。ですので僕のスプリット1の最終はマスターということになります。確かに上位750人ではないですが、それ同等の力を持っている可能性があると思っていただけたら嬉しいです。近々 Twitch の方で最速プレデターという配信をやろうと思いますので、そちらの方で真の実力を見せれたらなと思います。それではまず皆様に覚えてもらいたいことが、このキンキャニランクというゲームには必勝法がある、そのことを忘れないでください。それでは解説していきます。まずはキャラクターです。基本的にキングスキャニオンというマップは高低差がありますので、高台に行くことができるキャラが好まれる傾向にあります。具体的に言うとホライゾン、バルキリー、オクタン、パスファインダー、そしてアッシュ、このキャラがパーティー全員を高台に登らせる能力を持っています。じゃあこのキャラのうちどれかを使えばいいんだなと思うかもしれませんが、違います。残念ながら違います。では何が違うのか詳しく見ていきます。まずはホライゾンから。ホライゾンの能力はリフトを出して高所に登れる、ウルトはなんか変なものを投げてそこに敵を引き寄せるというダイソンが開発した強力な能力です。この強いキャラの何がダメなのか、これは個人的な印象になってしまうかもしれませんが、嫌い、この一言につきます。シルバーの番人およびシルバーの住人は基本的に弾を敵に当てることができません。横に移動している敵、ただ棒立ちしている敵に対して弾が当たらないのに、さらにこの能力で上下の動きをされたら弾を当てることなんてできません。だから嫌いです。これは使ってる本人もそうです。自分が上に移動するのに自分のエイムが追いついていません。だから弾を当てることができません。そして上からグレという唾を吐いてくる、汚いです。このよくわからん動きをするキャラを使うということは避けてください。あなたのホライゾンを使わないという行動がエーペックスのためになります。次はバルキリーです。スキルのミサイルはすごい強い能力というわけではありませんが、ウルトのスカイハイダイブは危機的な状況でもその戦場から遠のくことができたり、パッシブと組み合わせることで敵の位置が確認できたりと、かなり強力な能力だと思っています。ただ扱うのが少し難しいです。離陸するタイミングやパーティーとの連携がうまく取れないと一人だけ取り残される、通称ホームアロン状態になるので、自分が使うというよりも味方に使ってもらって自分がバルキリーに合わせに行く戦い方をした方が長期的に長い目で見たら簡単だと思います。ですのでバルキリーは味方に使わせようにしてください。次はオクタン。オクタンは結構いいキャラです。スキルも単純で簡単、ジャンプパッドも比較的早くパーティーを高台に登らせることができます。しかし2019年3月25日に精神科医のロイド・フォージャーという方が発表した論文によると、オクタンを使うと知能指数が低下するという研究結果があります。どのくらい下がるというのは明確にされていませんが、ハロウィン当日に渋谷で騒いじゃうくらい下がると言われていますので、使う際は気をつけてください。次はパスファインダーです。パスファインダーはウルトでパーティー全員を移動できるジップラインを射出できるので優れています。ただこのジップライン破壊ができないため敵も使えるという点では気をつけなければいけません。そしてパスファインダーがダメな理由として一番大きいのがグラップルです。グラップルを使ったことがある方はわかると思います。このグラップルを使うと超楽しく、無駄にグラップルを使ってキャラコンをします。敵に通用するか通用しないかは関係ありません。楽しくて無駄なキャラコンをやめることができなくなります。あと1回あと1回とキャラコンをしていたら舞台が壊滅しています。シルバーの住人がそんなことをしたら戦犯です。やめましょう。次はアッシュ。スキルは単品だとそこまで強くはないですが、味方と連携できれば相手を確実にやれる凄みがあります。アッシュで魅力的なのがウルトです。一方通行ですが一瞬でポータルを展開できるので一気に距離を詰めたり逃げたりできるので扱いこなせればとても強力です。ただこのアッシュ僕が使えません。マスター
が使えないということはアッシュは使いにくいキャラということになりますので、アッシュを使える味方に任せようということになります。今の説明でこの5体は使ってはいけないキャラと理解していただけたと思います。それでは何のキャラを使えばいいのか。基本的にキャラを選ぶ際に重要なポイントがあります。それが使ってて自分が気持ちいいかどうかです。能力の強さよりも自分が気持ちよくプレイできるかどうかで決めた方がいいです。そこで Apex のキャラで一番使ってて気持ちいいキャラというのは誰なの？ランパートでしょう。文句なしのランパートです。ではなぜランパートがいいのか説明していきます。ランパートのスキルは目の前に遮蔽物を作り出すことができる能力です。僕は YouTube 上に投稿されている全ての動画を見たところ、全ての動画で同じことを言っていました。遮蔽物を意識しろと。つまり遮蔽物を自ら作り出せるランパートが一番驚異的な能力ということになります。いやそれならジブでもいいじゃないか、そういった声がちらほら聞こえてきます。しかしジブは難しく、上手に扱うには時間がかかります。ですのでジブよりも簡単なランパートがいいということです。このバリケードの特徴、一つ目が敵の攻撃を防ぐことができるバリアになること。小学生の頃デュクシと友達でふざけ合ったら、はいバリア、どんな攻撃も効きませんと謎のバリアを展開された人多いと思います。それと同様、バリケードを展開できれば相手の攻撃は全て無効にできます。相手の攻撃を全て無効にできればこちらは倒れることがありません。某爆豪が言ったこんなセリフがあります。倒れねってのはクソ強え。つまりランパートを使えばクソ強えと言ってるようなものです。またドア前に設置することで相手からドアを開けなくして時間を稼ぐことができます。この技なかなか使えますのでぜひ使ってください。そして特徴2つ目が、バリケードを挟んだらこちらの攻撃力が増加すること。ブレイブ、バイキルトみたいに攻撃力上昇のバフ効果があります。この説明だけでよくわからないけど、とりあえず強いということはわかると思います。それでいいんです。そしてランパートの一番気持ちいい能力、ウルトのシーラ。このシーラとても強力です。何よりも驚異的なのが瞬間火力。シーラを使えば相手が何色のアーマーを着てても数秒で体力を削り、相手をダウンに持っていけることができます。そして抑制力、高台でシーラを構えているだけで相手は恐れおののき近づくことができません。わざわざ迂回し危険な道に行くことになります。そして制圧力、相手がドア付きの建物に立てこもっていた場合、ドアごと吹き飛ばして相手を倒すことができます。この制圧力がなんとも気持ちいいです。ドアロックして回復している相手にシーラを当てた時、脳汁が大量に放出されます。このように攻守バランスが取れたキャラクターはランパート以外いません。つまりランパートが一番強いということになります。次に使用武器についてです。 Apex には現在なんかいっぱい武器があります。その中から自分に合う武器は何なのか、使用キャラと相性がいい武器は何なのか、正解を見つけるまでにかなりの時間がかかると思われます。シルバーの住人の皆様にはそんな時間をかけずにサクッと勝利していただきたいので、おすすめの武器を紹介します。一つ目はディボーションです。なぜこの武器がおすすめなのか。最近世間はディボーションが強いと騒いでいるようですが、僕は前から使用していたのでやっと世間がこの強さに気づいたのかなと思っています。ディボーションの何が一番いいのか、それが音です。聞いてください。何度聞いても素晴らしいですね、この音。デパートの閉店時間に蛍の光、別れのワルツとも言いますが、それよりもこのディボーションの射撃音を流してもいいと個人的には思っています。それくらい素晴らしい音です。ディボーションを使う理由の8割が音ですので、もうこれでディボーションの素晴らしさを分かっていただけたと思いますが、残りの2割説明します。ディボーションの魅力は瞬間火力です。敵と近距離で撃ち合うとき、ディボーションが一番強いと言っても過言ではありません。前まではフラットラインも強かったのですが、レプリケーターに抗菌され弱体化も入っています。ですのでフラットラインを使っている人がかなり減りました。残った武器の中で近距離のディボーションと互角にやり合える武器はありません。ですので一番強いディボーションがおすすめというわけです。では2丁目の武器は何がいいん？ディボーションです。ディボーションは強い武器と恐れられています。じゃあ強い武器を2丁持てばいいじゃん。そういうことなんです。考えてみてください。河原で喧嘩することになった相手が最強の武器を2つ持っていたら、そう、デスノートを2冊持っていたら到底勝ち目はないじゃないですか。デスノートを2冊持つ意味はないですが、ディボーションは2丁持つ意味があります。ですので皆さん、ディボーションを2丁持ちましょう。最後に金キャニの立ち回り方を紹介します。正直ここが一番重要かもしれません。金キャニの特徴はマップが狭く高低差があるので漁夫が来やすいということです。ですので戦う場所に気をつけ、戦った後の警戒を怠らないということを意識しなくてはいけませんと思うかもしれませんが、違います。金キャニでポイントを盛るためには戦わない、これを徹底してください。敵と戦わなければ漁夫は来ません。ですので警戒する必要もありません。いやいや、戦わないとポイントが漏れないじゃんと思う方いるかもしれません。確かにそうかもしれませんが、あなた
シルバーの住人ではないですね。シルバーの住人はマイナスが0または12です。戦わず順位を上げるだけでポイントがもらえる、そんな平和な街です。それなのにわざわざ戦いを仕掛けに行く必要はありません。ポイントを持った人が勝ちですか？いいえ、最後チャンピオンになった人が勝ちです。そこを忘れないでください。まず試合が始まったらアンチを見ます。アンチが決まったらすぐアンチ内に移動しましょう。漁る必要はありません。アンチに移動しましょう。金券にでは戦闘をしてはいけません。ですので円の端っこにこっそりと生存しててください。できれば高台がいいですが、建物の中でも構いません。建物の中の場合は味方にコースティックとワットソンがいたら最高です。この2人がいれば完全要塞が完成します。スワットの特殊訓練もこの完全要塞を使用するという噂があります。ただしこのパーティーだと注意しなければいけないことがあります。それが移動キャラがいないということです。少しでもアンチ移動が遅れてしまったら、アンチ内の建物を敵に取られて要塞を作ることができません。また敵に攻め込まれた時引くことが難しいです。でも大丈夫です。こちらはディボーションを2丁持っています。相手にできるだけ近づき、相手に弾をねじ込んでください。ディボーションのリコイルが難しいから相手に当たらない、そう心配する人いると思います。安心してください。確かにディボーションのリコイルは難しいです。しかしリコイルをしなくてもいいくらい相手に近づけばリコイルとか関係ありません。全弾当たるはずです。自信を持って射撃ボタンを押してください。そうすれば気づいたら相手は棺桶になっています。そうやって順位を上げていけばいつの間にかチャンピオンになっています。本当です。もしこれでチャンピオンになれなかった場合は、わかりません。そうなったら一緒に源さんか海物語でも打ちに行きましょう。そうすれば解決です。では最後にまとめますと、ランパートを使いディボーションを2丁持ち、こっそり生存し、最後の敵をディボで蜂の巣にする。これだけです。これをするだけであなたは最初の街シルバーの住人ではなくなり、上位750席に座れるかもしれません。ということで皆さんがシルバーの門を通り抜け、シルバーの住民から卒業できることを祈っています。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。終わり。